はい、まめです。ハーロー、間違えた、ハーロー香港ということで、ね、香港に来ます。香港に来た理由といいますのは、エジプトに続き政府の観光局さんがお仕事いただきました。ありがとうございます。今日の動画なんですけど、香港というものを教えます。香港、僕自身4年ぶりなんですよ。わらしべ長者って言って、もう日本からわらをこんなん10キロぐらい持って行って、わらから最後何変わるかみたいな動画を撮って、最後の場所ここやって、っていうことで太一くんスケジュール組んでくれたんやろ。はい、これから旅行に来る人全員が1日で楽しめる満平流香港1日ツアーっていうのを考えてきました。どんなん？ここに貼り付けるわ、スケジュール。こちら、死ぬでこれ。1日でやる。1日。ほら、普通の人はさ、2泊3日とか3泊4日で来るわけじゃん。で、香港はディズニーランドもあるから、そっちに1日使うと考えると、市内観光は1日しかできない。全てこれがで、これでできるということや。そう、まあ、じゃあやろう。じゃあもう、あの、ちょっと普通にやってもおんないから、最初お粥やろ。そのお粥をちょっとその辺の人に聞いて、香港の人優しいね、めっちゃ。あんな藁を変えてくれる人やねんから、めっちゃ人が優しいから、全部聞こう。見てください、最後まで。中国語でちょっと聞こう。これなんか2個あんねんけど、これなんなん？反対と反対。どっちがいい？どっちでもいいんじゃない？じゃあ変態。グルメっぽい人さん。あ、あの姉ちゃんですよ。ニハオ。優しい、調べてくれてる。優しい、やっぱ香港の人優しい。You can walk past this shopping mall. Thank you so much. Bye bye. Culture, the nature. Thank you.Thank you. Thank you. ほら、ほら、めっちゃ混んでるじゃん。めっちゃ混んでる。8時半やで朝。俺の鬼のスケジュール知ってる？もちろん。昨日俺地球の裏側から来たから。でもこうやって声かけていただくことはありがたいんで、地球の裏側でも飛んでいくよ、地球の裏側からでも飛んでいくよっていう言葉体現してるやつ俺初めて見たんやけど。めっちゃ混んでた。びっくりすることが一個あった。俺はお粥頼んだよ。みんななんかラーメンみたいな麺食うてる。なんでおかゆって書いたの？香港グルメって言ったら一番上に出てきたから。なんか朝食の定番らしい。みんな香港の人を朝ごはんからちょっとした定食までおかゆですもんね。いただきます。うまいんやろな、そらな。うまいねんけど、ちょっと薄味、自分好みの味にしよう。胡椒入れたら間違いない。うまい、めっちゃうまなってきた。これヌードルじゃん、これおすすめ。ラー油めっちゃ入れて、おかゆ食う、これ答えで。チキンもめっちゃうまい。二日酔いとかめっちゃ最高。二日酔いに最高。次のスケジュールの関係上、あの5分ぐらいで全部食べてください。きつすぎんねん、スケジュール。めっちゃうまかった。最初ちょっと正直、うわ、薄味やなと思って。あれ多分トッピングすんねん。俺多分明日も来る。これほんま嘘じゃない、めっちゃうまいです。ってことで、これ大丈夫かな。香港観光省の人と敵対組織とかじゃないな。もうこれ映っとってさ、うん、ずっとすみません、ここだけモザイクしてくださいって言われるとやばいな。一応とっとか、乳首貼っとくわ。乳首なんかあんの？右乳首が俺あれやから、弱点やから。何やねんそれ。ってことで次です。アベニューオブスターズ行こう。何がある？なんか綺麗な景色。ほんま適当やな。やばい、これが香港か。何やってんのさ。 You have to, you have to count how many times your heart heart? Yeah, about 120. And then we can burn how to say ヘルシーダンスやって、心臓の音とこれを一緒にして踊るみたいな。いや、多分なんかね、振動の回数を運動して増やすみたいな。ああ、そっち？英語できんな。いやあれぐらいは。次ブルースリー像やろ。そう。なんでブルースリー像に行こうと思ったの？いや、ブルースリーって日本人が唯一知ってる香港のスターかなと思って。そんなことないやろ、怒られんで。いっぱいおるわ、もっと他行ってみてよ。他あのおっちゃんやろ。やっと会えた。逆光やわ、大地君。写真見たけど夜が綺麗やわ、多分。なんで朝にしたの？もう夜は夜で行かなきゃいけないとたくさんあるんですよ。なるほど。香港映画やん、ブルースリーって。これビクトリア湾っていう海やねんけど、アベニューオブスターズっていう通りやねん、これ。で、手すりとかに、あの、ハリウッドのハリウッドサインみたいに手形があって、そこでも香港で一番活躍したブルースリーが祀られてるっていう。行こう。絶対興味ないっしょ。え？俺でもブルースリーめっちゃ思い出あんだよ。どんな思い出さ、初めて聞くわ。小学校の時ふざけてアクーンってやってたら親呼ばれた。
ビクトリアピークはここやわ。行かれへん今からは、さすがに。もうちょっとスケジュール詰めすぎたな。でも、まあ、あれがビクトリアピークです。ってことで次、こっちがチムサーチョイがあるエリアで、あっちが香港島や。だから今から香港島にフェリーで行きます。ハロー、スターフェリー、ゴーストレイ、ゴーストレイ。みんな本当におしゃべれるんだ。俺の100倍喋れるやん全員。はい、フェリー乗り場着きました。でもめっちゃ懐かしいの思い出してんけどさ、4年前来た時ここで釣りしてる人、ちっちゃい魚しかそこから出てこなさそうで。いや、開け取ったんちゃうかな。ということで、あの時計台がね目印で、あっこから歩いてもう徒10分ぐらいな。で、すぐもうほんまこじんまりしてる。観光しやすい。で、俺じゃんもめっちゃ優しいと思う、多分。Excuse me, I am going to Hong Kong. 香港アイランド。あ、OK。だからほんまに多分ネットとかいらずに人に聞くだけで観光できる。今トンネルとあの橋で繋いでんやけど、昔それなかったから庶民の人たちの交通手段フェリーしかなかったみたいな。順番抜かすやん。え？華麗な順番抜かし。華麗な順番抜かし専門学校首席で卒業してます。あんな綺麗に順番抜かされるの初めてだ。50も100も500も専門目。10か20しかダメなんか。待って待って待って、ちょっとガツガツいかなきゃいけないですね。はい。これチェンジしてもらおう、抜かしたら。チェンジくん、チェンジ。Thank you so much. 優しい。Thank you so much. Thank you for coming. 一回割り込みやってみていい？いいよ。割り込みも文化やから、それ文化に沿ったやつをやってみよう。異次元の割り込みし。あ、俺はパン。押してから入れねんで。ああ、そういうことね。Thank you. 青釣り取り忘れ言ってくれた、優しい。香港ってさ、めっちゃ経済成長してるやん。昔俺先輩に教えてもらったけど、エスカレーターの速さでその国の経済状況が分かるって言われて、発展してるところって早い。シンガポールも早い。シンガポールも早い。ほう、ほんまなんか知らんけど。椅子座っとかな、平気で落ちれる。景色めっちゃ綺麗やし、でこれ絶対乗った方がいいわ。でこの椅子がめっちゃ画期的やん。これ今こっちやん、背もたれ。香港の人賢いよ。で、ちょっと香港とまだ戻ってくんねんけど、島にランチに行くっていうことを今から冒険しに行くんで、あのフェリー乗り換えます。このフェリー、I think it's that way. 完璧やな。適当な人がいないから助かるわ。インドやったら多分一生ついてへんの。一生ついてないわ。インドやったら今ブルースリーらへん。リアルにそうだね。なあ、まずお粥食べたいって言ったら意味わからん店連れて行かれて、観光の詐欺にあって。あ、これだ。これ超長州、長州力、長州力。違う違う違う。一回目おもんなと思ってスルーして、二回目うわツッコミ求めてると思ってやめてくれへん。いやでも言うと思ったわ。なんだ？中国分かってきたわ。天才じゃん。現金やったらこっちやでみたいな感じやろね多分。超メガ。怖った。長者。なんだ？中国分かってきたわ。到着でーす。めっちゃ栄えてるやん。ビーチのなんか無人島みたいなのちゃうねんな。そこで最高の海鮮ランチと、グルメの島らしい。なんかフェリー降りたら、降りたところからもグルメ市場がブワーってなってる。すげえ。え、人手じゃん。じゃあ水つけたら生き返れねん、人手って。なんで食べてみて。いや、ここは香港島とランタオ島っていう空港とかディズニーランドがあるところの島の真ん中の島やね。で観光地になってるらしい。今日 土曜日やねんけど人がめっちゃ多い。島の東側にビーチがいっぱいあって、シャリ島や、シャリ島、シャリだらけ。みんなの交通手段、シャリ。また戻ってくるね。でもこの中でいっちゃん人入ってるとこ入ろう。ここ入ってるよな。ここだけレベチやん。どうせここめっちゃ人気で混んでるんじゃなくて、ツアーに組み込まれてる団体が。あ、こっち違う見て行かされるのかな。この通り何日本語せ、せんいえデートにぴったりみたいな席になってもらった。おー、いやな。おー、いや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 、オッケー。ないやつを大地の皿に入れて。あー、あらえと。これは太一くんの皿が汚くなっていくんだ。汚くなっていくんだ。ちょうど洗うし、飲めるし、一石二鳥。もうその全知全能の水や、これ。消毒もできるし、飲めるし。ガンジス川みたいな。ようやったわ、これ。確かに香港で お茶自体はめっちゃうまいんだけどな。綺麗なの持ってこいよな。
ガンジス川よりなんかエメラルドグリーンやな、ここ。確かに。でもさ、水の色変わったらこれガンジス川になるよ。なるな。ということで、サル。男旅の醍醐味ね、昼からビール。エブリデイハングオーバーやしな。来たね、これ。ガーリックシュリンプみたいなやつや。これどうやって食うの？エビさあ、半分に切ってるの初めてのパターン。俺も。これ、皮も食うんかな？聞いてみよう、この方。こんなうまかったっけ？めっちゃうまいぞ、これ。海鮮あんかけチャーハン。これめっちゃうまそうやな。これ絶対うまいやん。いただきます。本場の中華料理ってちょっと癖あるやん。うん、癖ある。ゼロ。あー、そっち系？めちゃくちゃうまい。日本人に合うなんか知らんけど、最高やわ。さっきの飯のところから10分ぐらい歩いたらビーチあんの。海めっちゃ綺麗よ。向こう岸に見える街もいいね。ここなんか癒されるな、この島。あんまビーチで魚釣る人おらんよ。何のために釣ってんだろうね。趣味やろ。全釣り人に通じることやと思う、それは。何が面白いのかが理解できない。帰るか。次の島行くぞ。お、車通ってるやん。救急車じゃないこれ。救急車。こういう行政系のやつは通ってるって言ってたもんな、車。あれ救急車やばいよ。めっちゃ遅いよ。おしゃれだね。これ誰が書いたと思いますか？コメント欄、コメントしてください、今。集まりましたか？なんと、スマップの香取慎吾が書いてある。ほんまなんかな？香港信号跡って書いてる。ここは香港島って言って、香港島戻ってきて、セントラルでおしゃれなカフェとかおしゃれなアートとかいっぱいあるところで、ここがいっちゃおもろい気がする。昼間とかの観光とかやったら。やばい、大丈夫かな。 Can you help? Sorry, yeah, you help this man? めっちゃ重いな。めっちゃ重い。 Yeah, thank you very much. Yeah, it's okay. Okay. 100ドル、100ドル。いや、違う。っていう街に来てます。でもうちょっと歩いてみよう、うん、街全体が坂道になってて、サンフランシスコみたい。あ、そう、いいとこ気づくね。香港はね、イギリスのね、占領やったんですよ。だからイギリスの文化が残ってます。信号がさ、完全にヨーロッパや。これも完全にヨーロッパの建物作りやもんな。筋がさ、1,2,3,4,5,6,7,8,9 あるやん。これがヨーロッパや。絶対適当。この1,2,3,4,5 ヨーロッパの言葉で、あの、5次のスケジュール詰まってる。結構スケジュールカツカツやで今日。どう？でもたまにはこういうのいいっしょ。いや、めっちゃおもろい。なんかあんまこういうのしたことないし、あんま動画にもしたことないや。視聴者の人がどう思ってくれてるか分からんけど、俺ら的にはなんか今日すごい楽しいな、うん、行くとこ決まってて全部見れるっていう。わらも持ってへんし、今回もうわら持ってへんのが一番やわ。めっちゃ重かったもん。てかわら持って入国できたのが奇跡だよ。ほんまそれな。預けなあかんねん、飛行機。ああ、なるほどね。そう、で出てきたからな時みんな笑っとったからな。わら着きました、ピークトラム。さっきの香港のセントラルから歩いて10分ぐらいやから、すぐ歩いてこれます。ここで山登んねんけど、山の電車がめちゃくちゃいいらしいです。それを乗って言うとったよな、大地君が。はい。でも調べたんやけどさ、こっそり、あの、夜景見るんやろ、山から。スケジュール的にさ、大地君、16時から行って17時半に下山って書いてんねんけどさ、まあでも確かにそっからが混むらしいから逆にいいかも。そうです、夜も夜でちょっと予定詰めてるの。撮影外の予定もちょっと詰めちゃったから。なるほどなるほど、はい、こんだけ観光させちゃったから夜は癒しの。まだあんの？148人。 Are you come from Japan? Yeah. Yes. なんか幻想的ですね。いや、待ってた。アメリカ。結構傾斜がやばいな。ジェットコースター上がる。うん、これ撮ったら危ないです。すげえ。これも100万ドルなんやけんどこやで。やばいね、マジ景色。夜も合わせてお見せします。びっくりした。一個言っていい、うん、乳首を中心に貼ったシールがあって、朝今移動してんねん、なんか知らんけど、乳首が下がったのかシールが上がったのかどっちかやな。結構な景色って世界中で見たけど、ここの景色はやっぱり特別にすごい。あ、見えるわ。何が？マンション。ピンポン押してる。あ、ピンポン押した。あ、出てきた。あ、入ってきた入ってきた入ってきた。何がおもろいねこれ。次のスケジュールが18時にクーロン駅で日没を見る。10分過ぎてもうた。The train to Kennedy Town is arriving.
日没やん、見れてるやん日没。間に合った、今日は間に合った、飛行機キャンセルしたよ。これを見せるために最高の夕日をどうぞ。ついにここまで来たぞ、太一。すいません、詰め込みすぎました。ああ今日は超充実だよ、朝から。ということで、ラストの夜といえば、香港のノンヤン街。ホンコックっていう駅にあって、女の人のなんかグッズみたいなのも売ってるし、屋台とかお土産の、あと男の人のグッズが売ってるところが、男人街みたいな、なんか通称呼ばれてたりして、屋台とか、お土産物とか、行けるらしい。だからもう香港のなんかね、ディープスポットみたいな、キュッキュッと詰まってるようなところ。ちょっと歩いてみようか。疲れてる？もう俺、目がね、もう映像から伝われば。嘘。地球の裏側から移動してきた次の日にこのスケジュールは間違ってたわ。その日も間に合えへんかったけど、動画ではちゃんとなってるやろ。明日行くんやろ、どうせ。そう、明日行く。アップルウォッチのさ、うん、これ、キスのやつも気に入っとってんけどさ、うん、使いすぎて取れて。アップルウォッチのベルトを買うミッション。いいやつ。あ、これあれやな。充電のやつやな。こういうのもな、安いねん、これ。香港 T シャツだらけ。なんか俺香港来たらわらすべの時もヘタヘタヘトヘトやったしさ、なんか香港って楽しいからこそやろな、充実して疲れんねやろな、うんうん、ちょっとなかったわベルト、だからこれだけ買った100円。こういう癖強い国あれはもったいないよな、買わなあかんから、うん、ケジでかいでろ。いや、まあ普通のやつやろこれは。行こう。もうこんだけ疲れたら最後皆さんこのモデルコースなんで癒してあげてください。足ほんとに疲れた。Hello. Hi. Japanese. 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 Yeah. Oh, how's it? Okay. Oh, good. Relax. Yeah. 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 気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。これで3000円か。疲れ取れるわこれ。いや疲れてよかったな。マッサージも全部終わったし、最高に一日楽しめたんじゃないでしょうか。ぜひ次の海外旅行に香港候補に入れてみてください。ってことでさ、ちゃんと健全なおばちゃんマッサージやと。ただ一個脱いで。今日も動画を最後まで見てくれてほんまにほんまにありがとうございます。概要欄にインスタグラム、ツイッター、サブチャンネル、アカウントが貼ってるのでフォローお願いします。心から。ハングオーバー、二日酔いという意味、マンペ旅アパレルブランドオープンしました。頑張って作ったので買ってください。そして売れ残っております。パチンコで買ったら買ってください。怒涛の地球使用します。疲れたな、大地。お疲れ。